everyone, today I'm gonna show you which accessories I've got for Fimi Palm. And now I have like three of them. These two are for actually GoPro. This one is a screw and wrench set for action cam. And this one is the clip. And this one is a kind like a converter from the GoPro mount to normal camera. And this screw that fits normal camera like tripod holes.が GoPro のマウントになるのでこれをしっかりと奥に入れます。セットになっているですね。でこの2つは100均です。これとこの2つ、100円、セリアで買いました。 These are actually that I've got from a dollar shop which is called セリア。でこのスクリューをここで、このままでも多分落ちないとは思うんですけれども、まあ、念のためつけ入れます。これ調節が可能なのでこんな感じで動かせもするので結構便利な商品かな。これ何のために買ったかというと、基本的にこういう撮影とかをするときってリュック、バックパックを持ってることが自分は多いんですけど、そのバックパックにこう取り付けてこの両手が開けるようにしたいなと思って買いました。これがねコート&シエルのやつなんですけど、まあ、こんな感じで稼いだときにここにこうつけて撮影ができたらすごい手が空くのですごい楽かなと思って買いました。これだと画面がちょっとこっち外側に向いているので、これを使う時っていうのはスマホのフィミプレイを使う予定です。 Wi-Fi オンにしてセット完了ですね。で基本的にこのフィミパームの仕様でいうと、まあこっちをメインに見るのでカメラが反対側に向くわけですね。自分のこのリュックのこっち側に向いてしまうので、これで調整が可能ですね。フィミプレイっていうアプリを使ってると、この画面側は表示されないので、外でね、まあ気軽に撮影してる時でも、まあ、ここは映ってないんで、まあなんかつけてる人おるなぐらいの感覚で撮れるんじゃないでしょうか。便利な商品だと思うんですけれども、このクリップ自体がすごく強力なので、結構厚みのある1センチ超えのところでも捕まるので、この辺うまいこと使えるんじゃないかなと思います。おそらくこういった形でここにつけてこのままスイスイスイって歩いていくような形で撮影ができたらなと思います。まあ、このメリットとしては、まあ、両手開くんで、まあ、1個になんかスマホ持って1個なんか食べながらとかでもここについてるので持たなくていいっていうのはすごく便利ですね。でやっぱ持ってたら人って警戒してしまいがちなんで、まあ、ちょっとその羞恥心とかもこれで和らげれるんじゃないかなっていう、その撮ってるっていう感覚が少ないのかなっていうのは思います。この価格変えたいなと思ったらこのフィミプレイの方で全然価格も変えれるんでっていう感じで、今回はこんなアクセサリーを買いましたっていうちょっと短い動画になると思うんですけれども、そういうお話でした。500円ぐらいで買えたので非常に安くこういうアクセサリー揃えるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。それではまた。